さてですね、今日はです ね、ベロンベロンに飲んでね、もうここにいるんですけどね、今日の生一日終わりましたとりあえず部屋です、はい、こんな感じです部屋はね。眠い田島牛をいっぱい食べて最後またビールバーに行って、バカみたいに飲んで、でさらにまだ飲んでるっていうね、飲んでますね、はい、ありがたいねこれね、近くにファミリーマートがあって、ね、素晴らしかったですね。今日のね旅いかがでしたか、ちょっと総評だけちょっといただきましょうか。そうですね、あのサップさんから、サップさん、サップさん最後に紹介として、足が熱いんですけど、足が熱い、うん、乗ってるからね、もうしんどい。27キロは俺にとってはもう地獄でしたね。だから勝手に走っちゃうからね。いやお前のせいや。いやマジマッサージの神出てくれんかな。マッサージの神、マッサージの神、マッサージの神。いやでもね、本当に今回の旅はですね、あの僕が初体験だったんで、はいはい、まあ、今の、まあ、みんな初体験、歩く旅、まあね、歩き旅ね、あの全然もう何がええねん思ってましたね。でも別に電車乗ればええやん、しかしながらですね、ながら、はい、俺どうだろうと一回歩いてみた、まあ、体験してみようっつって、なるほど、うん、やっそしたらですね、しんどかったんですよ。でもね、あでも、はい、すごいいっぱい笑いました道中ね。でもね、でもですよ、でも、はい、もう行きたくありません絶対。とはいえ、あの温泉すごい気持ちよかったです。はい、よかったね。ご飯もすごい美味しかった。ご飯美味しかった。とはいえね。とはいえ、はい。もう行きたくないです。ともすれば。ともすればね、もうええって。さあね、ちょっと観光ね、観光地ちょっと行こうと思ってます。極力ね、その観光もね、ちょっとでも取れればね、はい、オフショットじゃないですけど、ね、マリンワールドに行こうと思ってます。明日マリンワールドと、伊豆しそばとかね、思ってますので、ね、外湯も巡りつつ、ちょっと外湯はちょっと見せれないですけど、そうですね、確かに城崎温泉のちょっとね、あの温泉街っていうのをこう楽しんでもらえればと思います。聞こえてますか、これカランコロンずっと言うんですよ、この街、うん、うるさいですよね、カランコロンね、すごいうるさい。いやいや、さっきまで俺らもカランコロンしてたから残念ながらなんなら最初入った時風情があるな言ってましたね一旦、まあ明日朝また回しますんで、はい、足の痛みなど報告していただければとりあえず朝起きたら、ね、どこが痛いかって今ちょっとアルコールで中和されてるんでちょっと全然痛くない今ね、全然痛くないもんね、全然痛くないもんね、全然痛くない、あ全然いけるわ、すごい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 、すごい、すごい、いけるいける、いける、これを明日同じことしますね、同じことしましょうね。それでどんだけずれてるかちょっと、ね、比較してタタタタタって比較してね頑張りたいと思います。やっていきましょうね。とりあえずじゃあこのまま、あとまだ論感が僕1本半余ってますんで、僕はショートあと2本あります、飲ませていただいてありがとうございます、ゆっくり寝ませていただこうと思います。ブス受けて、もう20年ぐらい生きてるわけですよブスを受け止めて、ブスを受け止めてるの、受け止めてるよ、受け止めてるの、うん、もう12時になろうかとしてるところなんですけど、夜これからやまだね、これからなんで、一応調べたところによると、うん、旅館の中にあの自販機がありまして、あこの中にねアルコールも売ってるんですけど、うん、いやだから買いに行こうって言ってるわけじゃないんですよ、僕は別にそのなんかもう寝てもいいかなと思ってるんですけど、買いに行こうよ、あ行きます、まだ行ける、じゃ行きましょう、じゃあサップはどう、なんすか、なんしかな、バイバイサップ、見てください、起きた、サップね、起きた、サップ今日あの部屋帰ってきてね、はい、暖房が27度ですあったかいな、寒すぎるからです、だよ、ちゃうやん27度よ、お前布団かぶっとんの、すっげーあったかい、そしたらバカバカ、ちょっとね、今まで見せてこなかったこの館内の全貌をね明らかにしていきましょう。じゃあ結構本当にいい宿です。今回ね、僕の泊まりは3階なんですよ。3階すごい。足に来てます。毎回じゃん。なんで3階にしやがった。毎回こうやって。なぜ奴らは3階にしたんだっていうね。僕らが歩きたびだから多分知ってたんですかね。多分ね。彼らのね。膝痛い。いや痛い。膝痛い。皆さん歩いてください。あのめっちゃ痛いです。膝痛いって。
もうだから手すりありがたいですね。手すりありがたいですね。バリアフリー目指しましょう。目指しましょう。今建築業に関わられてる方はね、ぜひね、必ず階段には手すりをということでね。よう歩いてくれ、通るんて。ちなみに今日おかみさんに聞いたら初めてだそうです。歩いてきたやつはね。バカかと。バカか。はい、いただきましょう。いただきましょう。じゃあ僕はもぎたて24時間を。はい、レモンスカッシュサワーですね。僕は生かな、朝日の。いや、もらいましょうか。よし、も僕は僕、もうこれ1個かな、じゃあ。あれ？お金入ってないですよ。入れて。なその、あの時さ、だ台本作っていったやんか。台本作っていったやんか。作っていったよ。そう、だからあのぐらいやっぱしないと、無理やって。いや、でもその、俺からしたらその自由に動いてほしいってのがあるよ。あるやろ？二人には。そう、まだいた方がいいかな。だって、あれやろ？だから、動画に保険なんかいる、いらんやろって俺が言いつけたら、次回来へんやろ。もう来へん。いるって来んやろ。じゃあいるよ。逆説すぎる。台本かけて歩きたいやつに任せてもらったらいいじゃない。歩きたいやろ。歩きたくないって。いや、歩きたいやろ。歩きたくないって。歩きたいやろ。歩きたくないって。いやいや、歩きたいやろ。いや、そんな、まあ持っても無理やって。うん、これはもう朝からさ、腕痛いんすよ。腕が痛い。同じ位置でね、カメラをね、うん、ずっとこうやってさ、こうやってそうやっててね、そうやってたから伝わらないんだから。基本的には伝わったか。俺言うたやったじゃん。え、お前、そういうカバンほんまそれでいいんか。ああ、よくないよ。見直すよ。次回見直すよ。ずっとね、片側カバンを背負ってて。いや、もう見直すべきよ。背負うだよ。持ってて。今何ですか、今。10時44分ですね。言うても6時15分からご飯開始したんで。ハロキーが終わってから結構6時間以上経ってるのね。6時半から飲み始めたし、もう、まあ一応、6時間飲んでるね。あ、じゃあ、5時間半飲んでね。あ、じゃあ、そうですよ、6時間や。黙れ。ね、6時間。あ、黙れ。6時間飲んでるんですけど。うん、まあ、この通りね、お酒僕だいぶ強いんで、今後ちょっとね、そうやった、お酒関係の企画とか、できればなぁと。まあ、歩きたくないんでね、とりあえずね。まあね、やっぱりお酒関係プラス歩きたくないっていう、そういう企画をやっていきましょうか。ですね。お酒飲んで歩かない。ね。お酒飲んで歩かないって、歩かないしお酒飲む。歩かないしお酒も飲むよ、と。うん、そういう企画ね。それはもうただの休みやけどな、それ。って思ってるな。今な、そう思ってるな。思っとけな。ちょっとだけ、ちょっとだけ現地もろってる。ってこともあれやな。うん、極力歩かないようにして酒を飲むということやったらいくらでも参加するという。ああ、そんなロキやったら全然参加しますよ。そうですよな。はい、全然参加する。オッケーオッケー。だって歩かなくていいんでしょ。もう歩かなくていい。で、酒飲めないじゃん。無逆に歩いちゃダメです。あ、ちょっと、あ、じゃあもう歩かない。歩かない。じゃあ歩かないよ。いやな、じゃあ歩かない。もうでも歩きたくないもんな。だって俺もそうやもん。うん、ね、じゃあもう次回からも参加決定ということで。歩かないですよね。うん、全然歩かないですよね。ん？なんでそっちが疑問形？俺が疑問形って返してる。そっちも疑問形。歩かの後が分からへん。歩かないですよね。歩かまで聞こえねん。歩かまでめっちゃ聞こえねん。歩きたくないです。歩かまでめっちゃ聞こえねんけど。歩きたくないです。歩きまでめっちゃ聞こえねん。電車とバスで行く旅やったら全然。いつでもどうぞ。電車とバスで行く旅ね。うん。で、いつでもどうぞ。いいのね、それで。うん。で、乗り継ぎして行けば行けば。電車とバスっていうのは、その、こっちサイドが考える電車とバスっていう考えでいいのね。
俺とこっちサイドで電車が違うの。違かった場合いいよね。いや大丈夫大丈夫大丈夫だって電車飛ばすやん。 そんな違いないよ。あったとしたら、いや行くよ。 もしあったら、いや行くよ行くよ行くよ。もしあったら、もしあったもん全然その文句言わない。言わないの、ね、うん全然言ったな、うん、電車とバスに乗って歩かない走らない旅やったら全然行きます。歩かまで聞こえる何の小指なの僕の指。僕の指結構綺麗 やね。そのなんか一人やれよ家で。それ家でこれやったって変わらへんやろ。この木の先温泉見んやろ誰も。変わらへんやろ木の先温泉で。僕の指綺麗でそういうと極力誰かに見られたいやろいやそれはもう指は自分顕示欲がすごいけど、うん、あれおやすみな何を直してんの。何を直したらそうなの。顔を風邪ひくからかけてあげてな。いや、うん、いやもう小学生あいつ、あいつだけ8匹くらいじゃあ、まあ、明日の朝まで。はい、じゃあ寝起きドッキリを僕はもう、もう回す気力がないんで、最後にね、風邪ひかないようにね、ちょっとね、ちゃんとかけてあげないと。いやおやすみして何を確認してた今。え片揚げポテトあるないって。かないよ。いや、まだまだ僕まだまだ飲むんで。じゃあ明日の朝また何杯飲んだ確認しまーす。ありがとうございます。おかわりですか。やっぱ旅館の朝ごはんっていうのはね、品数も多くて、やっぱりこの人ももらえたいな。結構的だね。ナスケンケンには2,900円払う。あ、29,000円払う。なんで俺2,900円しかもらわない。29,000円払う。おめでとうございます。ありがとうございます。2日目です。だいぶね、昨日の歩きましたけど、体どうですか。うん、まあまあ疲れは取れましたね。さすがっす、木の先温泉。あ、そういうことですね。ちょっと膝が少し痛いだけであって、全然、全然大丈夫。木の先すげえわ。あ、でも押したらめっちゃ痛いかも。ちょっとめっちゃ痛いからね。怖いですね。大事本当に。これから今からね、外遊巡りしながら、ちょっと観光、お土産を買っていきたいと思います。濡れ場で候補でございますな。あとはマリンワールド行き、伊豆そばを食べて、ね、本日は終了となります。あの、5日目最後まで歩きってことですけど、いいですね。いや、何言ってる。バス乗るよ、電車乗るよ、タクシー乗るよ。使うよ。ケンケン、木の先温泉のこと白崎温泉言うだし、あるからなんちゃうかな。お前昨日、バーユのことをうまゆ言ってたやん。どうなったらバーユのことまーゆって。俺のが近いわけ、まだ。じゃあですね、今から外遊巡り行きたいと思います。キラキさん、大変よくしてもらいました。プロロロ言うてるけど、じゃあ次は外に行きます。ありがとうございました。撮ってる、マシンガン撮ってるやつを撮ってる街中で。怖い怖い。今から行きますね。五章の湯ですね。旅館の方が一番おすすめだと。なるほど。最近リニューアルして、とてもこう綺麗になったりとかしてるのかな。天気いいっすね。マジいいななんか綺麗よね。綺麗ですね。最後の方やっぱ暗かったからさ、怖いよ。あれは良かったんやけど、せーの、高梁も綺麗だわ。だ、温泉街もやっぱ夜と外とね、雰囲気も変わってる。全然顔が違いますね。昼と夜では顔が違うんだよ。いい人間っていうのはそういうもんだろ。昼と夜の、はい、昼と夜で顔が違うのはいい人間なんですか。いい人間です。素晴らしい、深みのある人間なんです。温泉街も同じで、ね、サップさんはどうなんですか。昼と夜では昨日はそんなに飲まずに早々に出てましたけど。そ
それを言うんじゃない。これですね。ここですね。おしゃれやつ来ました。すごく近い。近すぎる全然歩いてないよ。全然歩いてないね。ルールはルールです。